よいしょ。さあ、ここはねちょうど島のまあ約反対側にあたりますね。まあ、地図で見る限りすごい釣れそうだったんですけど、完全にね潮を引かないと渡れないんで、まあ短時間限定ではねあるんですけど、まあちょっとやってみますか。なんか当たった、さっき。よっしゃ、なんか当たった。っ手前がゴロタなんでゴリ巻きします。あ、当てた。あなるほど、いい。なんかなと思ったらエソでしたね。さっきなんか一回当たってかかんなかったけど、もう一回当たってきた。よいしょ。とりあえずジグで上げてみましょう。やっぱりピンチの時の VZ16。よいしょ。なんかた、よっしゃ、おー結構いい引きだ。おお、なんだなんだなんだ、強いな VJ。 さっき釣れなかったのに、すげえ。メタルジグじゃ全然釣れなかったのに、すごい。なんだろう、おお、めっちゃ引く、すげえ引く。シーバスかな、シーバスだ。うわすごい、めちゃめちゃ釣れるな、すごいな。よいしょ、はい、やった。よっしゃー、やりました。本日シーバス2匹目。いやすごい釣れるね、やっぱこの VJ16 は。噂通り昨日はね全然結構投げ続けてたんですけど、そこまでいい反応なかったんですけどね、なんかこのイワシカラーみたいにしてからすごい釣れますね。うん、やっぱ色関係あるんだろうな。あえてこの VJ16 ちょっと爆買いしますえい、シーバス2匹目。サイズはちょっとダウン、50センチぐらいですね。ちょうど50センチぐらい。あー、いいですね、シーバス爆笑。今日はシーバス三昧やな。
シーバスっぽいね。よっしゃ。釣れるね。釣れるね、VJ。ん？なんだこれ。おー、マジか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 。マジか、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 やばいやばい。やばいやばい、やばいやばい。なんか引きがえらい、叩くようなあれかな。マジか、おい。よいしょ、よいしょ。おほほほ、来ましたね。いやー、まさかのやりました。 VJ16 でマダイですね。これは完全に天然物のマダイっぽいですね。まあそんなにね、大きくは、まあでも刺身でもいけるサイズ。嬉しい。マジか。いや、ちょうどね、実はですね、お昼に、まあ、いろいろ情報をね、調べていて、この VJ でマダイを釣ってる人がいるっていうのをちょっとね、見てたんですよ。で、この辺でもね、釣れないかなと、こう、ほのかに思いながら、まあ、さすがに厳しいかなと思ってたら、まさかのマダイがね、まあ、サイズはともかく釣れるというね。いや、嬉しい。嬉しいな。今日ついてんな、ほんと。おかしいな。なんか今回の無人島釣りキャンプ、すごい質素な料理でね、過ごすことになるんだろうなと思ってたんですけど、二日目にして、超豪華な、超豪華な飯ができるじゃないか。嬉しい。よし、じゃあね、早速、魚をね、さばいていきましょう。じゃあこのね、マダイもさばいていきます。頭をね、半分に割って内臓とかをね、取り除きましたと、まあ、これもね、今回の料理で使おうと思います。よいしょ、よいしょ。いや、昨日はすぐ至近距離にイノシシが出てかなり怖かったんだけど、今日は蚊取り線香焚いたりとか対策してたんでいないね。まあ、ちょっと念のため火をつけておきます。よし、じゃあね、今から料理を作るんだけど、その前に夜のぶっ込みチャレンジということで、今日もやっていきましょう。昨日一回ね、この竿で遠投した時に結構強い当たりが出たんですよね。一回当たらなかったんだけどね、針には。なので今日はどうかと思っていると。よし、じゃあね、早速料理を作っていきましょう。
まずはね、夜のコーヒー。うまいね。暑いな。ちょうど今飯完成したところでね、またイノシシの鳴き声が。ここはやっぱりね、そもそもこう餌場になってるんで、本当はこんなところでねキャンプをしない方がいいんだけど、まあここしかまともな場所がないからね、晴れる場所で。よし、ではね料理完成したんで早速食べたいと思います。まず1品目が、マダイとシーバスの刺身で、2品目がマダイのアラを使った牛尾汁で、3品目がマダイとスズキの塩焼きということで、正直この刺身以外はね、見た目がねあんまりよろしくないんですけども、今回はね、サバイバルではないけども、まあ、ご飯しか持ち込まないでね、調味料も最低限の、まあ、純サバイバル生活みたいな感じなんでね、はい、そこはご了承くださいと。マダイのね刺身からいただきます。めちゃくちゃうまそう。あー、うまっ。いやこれ込み必須やね。うまっ。シーバスの刺身ですね、まあ、これはもうね昼に食べて美味しいことは証明済みと。うん、マダイにもね負けず劣らずうまいっていう感じですね。では次はちょっと冷めないうちにね、はい、マダイの塩汁いただきます。まあ見た目はねあれですけど、うん、
調味料塩だけなんですけど、塩だけでも全然うまい。ではお次はね、このシーバスとマダイの塩焼きからいただきます。じゃあまずはじゃあマダイからね、せっかくなんでいただきましょう。おーうまっ。めちゃくちゃうまい。やっぱうまい魚はね、シンプルな塩焼きが一番ですね。じゃあ次はシーバスをいただきます。肉厚。おーうまっ。こちらも負けず劣らずめっちゃうまいわ。ごちそうです。うまかった。それではおやすみなさい。よいしょ。